こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品好評会。本日の出品者は第3作品はこちら、瓶。お好みの辛さは9辛でいってみたいと思います。どうぞ。自己紹介。2019年4月から透明水彩画を始めました。70歳になり、4日時間を有効に過ごしたいという思いから、高齢者大学校に4月から通い始めました。科目は水彩画専攻です。週に1回、2、3時間の授業で、年間30日ほどの授業があり、今月で終了です。10代の頃にデッサンを勉強しましたが、50年ぶりに絵を描いていて、これでいいのかどうか分からずにいます。今の水彩画の授業で鉛筆デッサンを2枚描きました。これを見てアドバイスをいただきたいと思います。1年後の目標、来年度も続けて授業を受けようと考えています。水彩画においてデッサン力を高め、一つの絵としての完成度を上げたい。解決したいお悩み、個々のデッサンも重要とは思いますが、一つの絵の構成、構図について考慮すべきポイントを知りたいです。お好みの辛さ9辛ということで、水彩画についてもアドバイスいただければ幸いです。制作時間5時間。用紙は F6、水彩画用ホワイトワトソン。作品への思い。水彩画の教室においてグループでいくつかのモチーフを囲み、その中から自由に選んで描きました。色付きの透明なガラス瓶は難しいが勉強になると思って選びました。好評で聞きたいこと。現在水彩画を勉強していますが、デッサン自体の好評とこれから水彩画をやっていくにあたり気をつけるべき点を教えていただきたいです。第一印象、すごく形が整っていてすっきりと綺麗にまとめられている良いデッサンだと思います。若い頃に一回デッサン習っていて、50年ぶりに今また始めて1年ちょっとっていうことですね。水彩画をメインでやられているということで、第一印象なんですけれども、整っている、すごくすっきりと見えるということと、何の瓶なのかがちょっとねわからないのが、茶色なのか青なのか緑なのかその辺はわからないですけれども、キャップも結構濃いめの色のキャップが、多分瓶の色に合わせて同じ系統の色で統一されてるのかなっていう気がします。そして多分ラベルの正面が後ろ側向いていて、ラベルの裏側の多分こうなんて言うんでしょう、スペックというかそういうのがこう書いてある方がこちら側向いている、そういう配置になっているようなんですが、なんかこう斜めに貼られているシールというかこのラベルを見ると、なんとなく日本酒かなぁと、日本酒の瓶を置いて書いてるのかなという気がちょっとします。この形からですね、もしかしたら日本酒の瓶なのかな。これだけだとね、何の瓶なのかちょっとわからないんですよね。ワインの瓶なのか日本酒の瓶なのか、どちらかのような気がする。場合によっては焼酎の瓶かもしれないですけど、練習課題として考えるのであれば、私はこれ何もこの瓶を見たことがない、知らない人にも何の瓶なのかがわかる程度には情報があった方がいいと思います。ただ、教室で何人かで囲みでっていうと、自分の描きたい向きが選べなくて、本当は前のね、ラベルの前側が描きたかったんだけど、たまたま自分の席が後ろだったので、こっち描きたかったけど描けなかったみたいなことなのかもしれません。複数の人でね、一つのモチーフを囲んで描くなんていう場合には、不本意な場所になる場合もあるので、それはまあ仕方がないといえば仕方ないですけれども、どうなんでしょう？そういうことなんでしょうか？率直に、急からですからね、言わせてもらいますと、上手だけれども、何が表現したいのかがわからない。よくね、絵の批評で面白いっていう言い方をするんですね。面白いっていうと興味深いっていう意味なんですけれども、なんか作者がこんな風にしようとしたのかなっていう作者の意図が伝わってくる作品、もしくはまあ上手に上手いか下手か、上手に描けてるかどうかっていう基準ではなくて、何か作者の意図が伝わってくる面白みのある作品を面白いって表現するんですね。逆に達者な作品、上手にうまく描けているけれども、で一体この人何が言いたかったのっていうのがわからない作品はつまらない、面白いつまらないっていう基準で語られることが絵の批評ではよくあります。ですごくね、丁寧に上手に、そして練習課題としてガラスのね透明感チャレンジしてるわけですけれども、一生懸命描いてるの分かるんですけれども、じゃあこの作者はこの瓶を通して、この絵を通して見る人に何を伝えたいのかみたいなことがいまいち伝わりにくいというかね、
上手なんだけれども面白みに欠けるっていうのが率直な感想です。なので私、まあ、この水彩画をやられてるっていうことなんですけれども、多分この第3は今後の第3にとっての課題っていうのは書けば書くほど上手になっていくと思います。もうこれだけ上手なんですから達者になっていくと思います。腕は上がっていくと思います。技術も上がっていく、形も合ってくる、まあ普通に人が見てあ上手だなって言われる作品になっていくと思うんですが、でその先なんですよね。だから上手だから何なのっていう、見た人がどう言ったらいいんでしょう、いろんな作品ずらっと並んでる展覧会を一巡した時に、まあ上手な作品ってパッと見て分かりますよね。上手だな上手だなじゃなくて、なんかこの作品気になるんだよなって、目が止まってしまうとか、なんか目が離せない、そんな作品に出会うことがあります。で絵を描くって描く方、それから鑑賞する方も上手な作品を見たくて行くっていう、まあ中にはいると思うんですけども、それよりもなんか自分の心を動かす作品に出会えたらいいなと思って展覧会に足を運ぶ方より多いんじゃないかなと思います。つまり技術テクニックではなくて何か心を動かされる、その何かってうまく言葉にできない、そんなところを見る人は絵に求めてるんじゃないかなって思うんですね。なので第3も水彩画を今後ね描かれていく上で、あんまりね上手か下手か上手くなるって、もちろん表現するためには技術が必要で、こんな感じを出したいのに出せないっていうとねまどろっこしいんですよね。だから必要な技術はどうしても必要になってきます。色使いが上手になりたいとか、構図を決めるときにいい構図が取れるようになりたいとか、もちろんあるんですけど、それだけではなくて、それを使って上手な構図、色使いを使って何を表現したいのか、何を見る人に伝えたいのかに焦点を当てて絞って勉強していってほしいなと思います。まあ、水彩画に限らないんですけれども、絵を描いていくにあたって気をつけるべきポイントとして、私は上手さというのは単なる技術、道具なんですよね。絵を描く道具を手に入れたら、何を描こうとしているのか、何を伝えようとしているのかに焦点を当てて、絵の世界を楽しんでいってほしいなと考えています。ですのであまりこうね、まあ、これまで私もあんまりこうねとか言いながら、これまで形が狂ってるとかね、構図が良くないとかっていう話もいっぱいしてきましたけれども、それは基礎勉強始めたばかりの人が、まあ、つまずきやすいポイントで、そこを直すとより良くなりますよっていう、まあ、具体的な技術的なアドバイスではあるんですけれども、その先、ここまで描けるっていう人には、その形の狂いはもうほぼないです。で、楕円も綺麗に描けています。丸みに沿った形取りもできています。ほとんどね、形の上で、そして調子について、ほとんど指摘する場所ないんですよね。ここまで描けているんであれば、この先、目指していってほしいなと思います。なんか関連的な話ばかりになったので、ちょっと技術的な具体的な話も少し加えておきましょうか。ここのラベルの中もうちょっとちゃんと書きましょう。これよく言われるんですけれども、どこまで書いたらいいのか、細かい文字あったと思うんですよ、ここに。もしくはマークとかなんか図柄とかバーコードだけではなくて、いろんな情報あったと思うんですね。でそれを省略していいですから書きましょう。これなかったことになってるんですよね。なかったことにするんじゃなくて、何かがあったっていう、なんかアリンコみたいな、つぶつぶみたいなのでも構わないので、ちゃんとねこうその漢字に合わせて書きましょう。でね、皆さんこれ結構怖がるというか、その適当に書くのが、いい加減に書くのが、こうぐちゃぐちゃっと書くのが難しいって言われるんですね。省略するのが難しいって言うんですけど、名がいっぱい見てください。いろんな人、先輩がどんな風に省略して文字を書いてるのか、看板の文字とかラベルの文字とかをどんな風に省略して書いてるのかを、いろんな人の作品見てみてください。あ、この人はこんな風に省略してるのか、この人はこんなテイストで省略してるのか、みんな違う方法で適当に書いてるんですよね。そのね、一回見てみると自分がどんな風な省略の仕方が自分の画風に合ってるのか、なんとなくイメージできるようになってきますので、特に几帳面な方、日本では A 型の方は、このちゃんと書かないと気が済まないみたいな性格の方は、いい加減に書くっていうのがすごく難しがるんですけれども、私はもうやるだけだと思うんですね。ぐちゃぐちゃっと書いてみる。
で、それがかっこいいかどうかっていうのは、先輩の作品を見て比較して自分のテイストを決めていくのがいいかなと思います。あとね、ここの、右上の斜めに貼られてるであろう、多分こういう帯みたいな横長のラベルを斜めに貼ってあると想像するんですが、これの貼り方というか形、これ若干形の狂いがあります。もうちょっとね、この上の向こう側に回り込むラインは、この角度じゃないんじゃないかなという気がします。つまり、曲面に沿った形に見えていない形状なんですね。なので、ここはもうちょっとよく観察してみてください。手っ取り早いのは、この位置からスマホで写真を撮って、描いたこの絵とスマホで撮った写真の形状を比較してみてください。写真を見て描くんではなくて、自分の目を鍛えるためにスマホの写真を利用するということです。で、比較してみたときにもっと薄っぺらい、もしくはこのカーブがもっと急とかね、そういった自分の目の癖、つまり見たいように形状を見ているっていうことに気づけると思います。デッサン繰り返していくと、そんな風な書きにくいとき、例えば指が手前に飛び出てるとか、足のつま先を正面から書くとかっていうときに書きにくいんですよね。どうしても足はこういうもんだ、指はこういうもんだ、手はこういうもんだっていう先入観で形を捉えやすいです。なんですが、写真に、その向きからの写真を撮って、その形状を書いてみると、脳が学習します。書きにくい、見にくい形状でも、一回書いてみると学習します。そうすると次から楽になりますので、見えにくい、書きにくいっていうね、そういう難しい位置で書かなくちゃいけない、形が捉えにくいっていう時は、一旦、その自分で書いた後で写真で撮って、その自分の思い込みやすい癖みたいなものを理解してあげると、次から楽になると思います。と、あと、ダメ出しになりますけれども、上のカーブ、この楕円と下のカーブ、楕円、比較したときに、ちょっとね、パースの意識、上の楕円よりも下の楕円の方が丸みが強くなりますよっていう、まあ、その理論が、思い込みが強すぎて、このカーブとこのカーブの曲線の差ですね、違いが、ちょっと極端すぎると思います。これ、よくやりがちなことで、分かってるよ、楕円なんて上から下に向かって広がっていくよっていう理論がよく理解できている人ほど下のこの曲線、カーブ、丸みが強くなる傾向にあります。実際に台上にモチーフを置いて適度な距離を置いて見下ろした時にこことここのカーブがここまで違って見えていることはほぼないと思います。ただこれ気をつけてほしいのはスマホなどで写真を撮った場合はスマホの位置がね、モチーフに自分の目の位置よりも近かったりすると、よりパースがついてこんな風に撮れるんですね、写真がね。これね、自分の目で見た形とスマホで撮った写真は違いますので、そこはしっかりと区別して自然な見え方を目指すのであれば、スマホのレンズが自分の目の、その、なんて言うんでしょう、画角っていうんですかね。ありますよね。望遠レンズとか、魚眼レンズとか、その、どんな風に形を、画面を入れるのか、歪むのかみたいな。それがね、人間の目の視覚と大体同じようなレンズを使ったカメラじゃないと、この、ちょっとね、パースがつきすぎる、強いパースの写真になりがちなので、写真と自分の目で見た形を比較するときには注意が必要になります。はい。結構細かなところまで言い過ぎたかなという気もするんですけれども、いかがでしょうか。今日の好評は、以上になります。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこんな感じの動画を毎日配信しています。この動画が役に立ったという方は、チャンネル登録、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。